競争未来ファーマ株式会社は、東京都千代田区丸の内に本社を置く製薬会社である。医療用医薬品の製造及び販売を手掛け、駐車用医薬品の受託販売を行っている薬品メーカーである。巡業医薬品の製造販売により、社会のお役に立つという企業理念のもと製造設備の充実化を図り、アンプルバイアルの注射剤の製造販売をコア事業としている。 かつては、動物用医薬品の製造販売も行っていた。創業者の友田家平友田合子会社広告。1919年創業者、友田家平の先祖、大宮家平が、天保年間に、初代、大宮、長兵のもとに方向に上がり、今日は2年に、初代の長女夫妻と結婚し、文化4年に分家、その後4代目大宮家平が、明治になり友田家平と改名した。 大阪出身の四代目家兵は、武田長兵商店に入り、長崎に持つ問屋のようやく取引を担当、1868年に神戸港を開港するも薬の輸入ふるわず、取引のあった横浜の薬品外省の英国人、ハルトリア、貿易省の桂焼八から、横浜なら薬品貿易の機運ありと聞き、1871年に横浜に転居、桂屋に寄郁して、 薬品の輸入業を始める。1878年に、堺町に店舗を構え、友田商店と合資、合資会社とする。ありがとうございます。